高校生の時に近所にバンドやってる先輩の方がいて、一回なんかライブで楽器借りに行ったんですよね、僕。そしたら、あ、君あそこでいつも弾いてる人だねとか言われて、そのうちしばらくしたら、札幌って北海道新聞っていう新聞があって、その同心ホールってところで、あ、チャリティーコンサートでキーボード弾いてくんないかって言われて、それが最初ですね。テレビでいろいろな音楽聴いてて、タイガースとか、テンプターズとか、そういういわゆる当時のグループサウンズですね、あれが大好きで、髪が長いお兄さんたちでかっこいいなとか見てたら、カバーでローリング・ストーンズをやったんですね。思って、それですぐ楽器屋さんに譜面買いに行ったら、売ってて、ローリング・ストーンズの本が。で、写真がまたものすごいロングヘアで、しかも人相悪いじゃないですか、ローリング・ストーンズって。こういう人たちがロックなんだとか思って、それでアルバム買って聴いて、そしたらかっこいいんで、そっからです、僕。オルガンに関しては、僕いろんな、それこそディープアップのジョン・ロードもすごいよく聴いたし、あとはゾンビーズっていうちょっとサイケデリックなキーボードの方とか、あとはアイアン・バタフライとか、スリードッグナイトとか、結構プログレのそういうすごくめちゃくちゃ早弾きするような、ああいうんじゃなくて、ちょっとこうアートロック的な、そういうのかなり聞きましたね。あと僕高校2年生の時に札幌にピンク・フロイドがライブで来て、それが初めて外国のバンドを見たのが最初なんですよ。高校1年生の3学期ですね。それで3月の札幌って寒いじゃないですか。なのにギターのデイブ・ギルモアは上半身裸で弾いてて、まずそれで僕驚いて、まあ、北海道の人あの時期そんな上半身裸なんないし、いくらステージあったかいね、あったかいったって。だけどそういう中ですげえなと思いながら、初めての、なんていうの、エレキギターの音とか、スライドギターの音とか、あとエコーチェンバー、それも初めて見たし、あとそれこそこのオルガンの、生のオルガンの音、あと PA、音響システム、まだ日本にはまだちゃんとなくって、その時にピンク・フロイド自分のたちの PA 持ってきて、まずスピーカーの山に驚いて、出てくる音も驚いて、まあそこで初めて、なんていうの、ロックの基本形っていうのかな、ピアノの弾き方とかオルガンの弾き方とか、もう初めて生で接して覚えたって感じですね。はい。小さい頃からピアノ習ってて、まあ大体モーツァルト・ソナタぐらいまでやったんですね。で、タッチがやっぱりちょっと強めで、どっちかっていうと、ではっきり弾く方で、だから発表会とかもゆっくりなスローバラード苦手で、どっちかっていうとはっきりと勢いのある曲が好きで、ローリング・ストーンズのピアノの方でニッキー・ホプキンスっていう方、すごくはっきりとしたタッチで弾くんですね。要するにスタッカート気味に。で、そこがタイプ近いなと思ったんですよ。それでピアノも割とそういう感じでニッキー・ホプキンスに影響を受けて、で、ディープ・パープル聞くと、ディープ・パープルのジョン・ロードのプレーもすごくスタッカート気味に弾くんですね。そこはすごく影響を受けましたね。っていうか、まあ自分がそういう風に弾きやすかったっていうか、そういう感じです。だからオルガンのね、クラシックの方のオルガンの弾き方だと、ドからレに行く瞬間にドの音を少し残しながらみたいな、そういうのが逆に僕苦手だって、逆にスタッカート気味にバババッと行く方がやりやすかったんで、だから例えば、これをスタッカート気味にやると、みたいな、なんかこう、
とかこういうのがなんていうかジョン・ロードっぽいっていうか、なんかもうちょっと他のプレイヤーだとなんかこうもうちょっとふわーっと弾くんですけど、それがスタッカート気味だったのがジョン・ロードです。最初聞いてあこういうのいいなと思って、はい、自分のスタイルにも合うなという感じが、はい、ありがとうございます。はい、僕はこの4本ドローバーですね。これとパーカッションはこのセカンドパーカッション、これが一番基本形です。で一番気にするのはこのローとこの高いとこ、こことの音量バランス、この高いとこ行った時にどのぐらいデジタル臭さがないかな。だから今までのいろんなオルガンのシミュレートって中域は良かったんですよ。だけどトップがなんか本物とちょっと違うかなみたいなのが多かったんですけど、 YC ってこれかなり、うん、すごいよくできてる、おって思った。やっぱりマイクで拾ってもらった方がなんか空気感が違う。やっぱりガツンと来ないんですよ、アナログ楽器。僕はだから例えばこういうクラビ、とかピアノもこういうコンプで潰したピアノ、こういうのも全部はギターアンプから出してるんですね。でいわゆるモノラルにした方がいわゆるオーソドックスなロックバンドではバランス取りやすいんですね。でどうしてもステレオにしちゃうと音像がはっきりしないんですね。例えばオルガンソロ弾いてよって言ってもそれよりもモノラルにしていろいろと出した方がはっきりするんで、で他のギターベースドラムとのバランス取りやすいんで、特に70年代系の楽器とか70年代系のアレンジの曲に関してはこういうギターアンプから出してます、はい。だから最初に始めたのがレコーディングで始めたのは、確か98年のイエローモンキーのパンチドランカーってアルバムがあるんですか、あれのオルガンソロは、ギターアンプから出してます。それで録音します、はい。あとは2000年、アンセムってハードロックバンドがあるんですけど、レインボーの、グラハム・ボネットさんがゲストボーカルで、東京と大阪でライブやったんですけど、その時もギターアンプから出して、ただいわゆるストリングスとか綺麗な音ってあるじゃないですか、ああいう音はラインの方がいいんですよ。だからラインの音はそういう直接 PA から出して、アナログ系の音はアンプから出す、そういうスタイルはもうだいたい98年ぐらいからずっとそうですね、はい。